どうもこんにちは、今回はですねようやく完成しましたアルミメスティンです。メスティンのしかもねカラーバージョン。このチャンネルをご覧の方はですね今までの経緯を、よく知ってらっしゃると思うんですけども、 YouTube のですね視聴者さんとかあと Twitter とかで、アンケートを取ってですね、色を選定しました。ただですねちょっと申し訳ないところなんですけども、最初に、ね、アンケートを取るときにこの赤をね入れるのを忘れてまして、アンケートとか終わった後にですねそういえば赤やってなかったっていう話になりまして、急遽ね赤はちょっと入れてます。あとこちらの黄色ですね、黄色に関してはなんて言うんだろう、よくあるようなサンドカラーとかを、イメージしてたんですけども、出来上がったものを見てみたらですねこれはこれでかっこいいんじゃないかっていう話になりまして、急遽ですねこちらも入れています。で、アンケートでね一番ね人気があったのはねこちらです、グリーン。それはですねアンケート結果通りに、入れさせていただきました。で今回こちらはですねスケーター株式会社さんから発売されるんですが、サイズは3種類あります。まずですね 600ml、 それと 850ml、 それと 1000ml と、この3種類をラインナップで揃えております。今までのですねこの下と蓋が一緒になっている色もありますんで、まあ、正しくは4色なんですが、とりあえずねこの3種類、これがね新しく発売されることになります。スケーターのですね社長さんともちょっとお話ししたんですが、くしくもですねガンカラーみたいになってるんですよね。これがうんで、これがうんで、これがうんみたいな。これはね結構かっこいいものができたんじゃないかなと思ってます。でね箱がこちらになるんですけども、だいたいねこんな感じのパッケージになる予定です。スケーター×かの力ということでですね、いいんだろうか、めっちゃ乗ってますが、いやすげえ話だな。実際にですね発売されるものはもっとね段ボールっぽい質感になるんですが、こういう感じでね店頭に並ぶことになります。すごいなこれ。いやこうやってね形になるとねすっごく嬉しい。で箱にはですねこういった QR コードがつく予定になってます。この QR コードを読むとですね、15秒でわかる YouTube 紹介動画というところに飛ぶんですが、この動画もね僕が作ってます。なのでぜひ見てみてください。でまあ、こちらはですね、以前から販売されているものの性能を引き継いでまして、まずですね蓋はふんわりとした感じで蓋ができるタイプとなってます。そしてですねメスティンっていうとどうしてもあのバリ取りをしたりとかしないといけないと思うんですが、これはねもう最初からバリ取りする必要は全くありません。でこのメスティン自体にですねアルマイト加工がされてます。料理をしてですね汚れたりしても、綺麗にしやすいという特徴があります。で今回ですね、スケーターさんに、アルミのカラーメスティンを作りましょうっていうお話をした時にですね、一番最初に、僕がまあプレゼンというかそういった話をしたんですけども、その時がね赤でした。赤いメスティン作りましょうっていうことで、お話をしたんですけども、なぜね、そういった色を作りたかったかというと、いろんな製品がですね世の中にはこういっぱい販売されてますけど、実はね結構みんな同じようなものを使ってたりするなというのをちょっと感じてました。でメスティンはですね銀色のあの形しかなかったので、なんかこうもっと選択肢があってもいいんじゃないかっていうのと、あとなんか色合いがいろいろあった方がなんかこう選ぶ楽しみもあるし使う楽しみもあるんじゃないかなということで、今回はですねカラーメスティンこの3色展開をさせていただきました。何色が人気なんだろうな。やっぱグリーンはね絶対人気だと思うんですよ。で赤も絶対いいでしょ。そして黄色もねいいんですよね。ちなみにねこのメスティンにはレシピがついてます。今回はですねそのレシピの中からちょっと料理をしてみたいなと思うんですが、まずこちらがですね 600ml、 600ml でキノコとタコのアヒージョ、そして 850ml、 こちらでシーフードのワイン蒸し、そして 1000ml のもので塩蒸し焼きそばと、この3品をですねちょっと作ってみたいなと思います。こちらに入れていきます。はい、ここにオリーブオイル、そこにね種を取った唐辛子、そしてキノコですね、
ここに味付けで塩コショウです。さあ、セロリと魚とレモン、これを切りました。それをですね、メスティンの中に入れていきます。アサリを入れていきます。はい、こんな感じで具材が入ったら、ここにレモンを置きます。さあ、ここにですね、白ワインをかけていきます。はい、そしたらですね、これを蓋をして、焼くだけです。やっぱね、このね、メスティンの色が変わっただけでね、全然雰囲気変わりますね。なんかめっちゃおしゃれになった感じがする。これはね、もうほんといろんな人に楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってます。さあ、この2品目を作ってる間にね、3品目いってみましょう。メスティンの中にごま油、これで豚肉を炒めていきます。でピリ辛なので、ここにね、唐辛子を入れていきます。ここに焼きそばの麺を投入します。そしてネギ、ここにですね、水をちょっと入れます。水を入れたら蒸し焼きです。さあ、そしたらですね、ここにニラ、そして塩昆布です。そこに胡椒。さあ、これでピリ辛塩蒸し焼きそば出来上がりでございます。うわ、美味しそう。さあ、それではですね、今回作った3品、順番にご紹介していこうと思います。まず 600ml で作ったのがアヒージョ。さあ、続いてはですね、 850ml、 これで作ったはず、こちらで作ったシーフードの白ワイン蒸し。こちらに関してはですね、仕上げにオリーブオイルを垂らしておきます。さあ、そして最後の3品目です。 1000ml で作ったピリ辛塩蒸し焼きそば。さあ、これでですね、全て料理が出来上がったところで、早速食べてみたいなと思います。いや、お腹空いてますからね。うん、あ、塩昆布がうまい、これ。ピリ辛だからいいですね。さあ、続いてはこちらですね、シーフードのワイン蒸しです。あ、うめえ、これ。これもね、なかなか美味しいですよ。もうちょっと塩味が濃くてもよかったかな。まあ、その辺は後で調整できるんで、これも作りやすい料理だと思います。さあ、これね、これも絶対間違いないやつですよ。うん、おいしい。
ということで今回は、スケーターさんとですね開発してきましたこちらのカラーメスティン、こちらをご紹介しました。発売日に関してはですねまたお知らせできると思いますので、ぜひまたチェックしてみてください。で今回ね、開発したのはこの3色になるんですけども、これからですねシェラカップもこの色が出ます。それとですねマグカップだったり、プレート、あと鍋とかフライパン、そのあたりに関しては、赤と緑の、2色展開になると思うんですが、この3色がですね揃って発売されるものもありますので、ぜひですねご期待いただければなと思います。で今回ですねやっとこの3色のカラー展開、ご紹介することができたんですけども、まだですね発表してないだけで、開発中のものがたくさんあります。ですのでまたそちらもですね楽しみにしていてください。それでは